バレンス水道橋バレンス水道橋は、トルコのイスタンブールにある、ローマ帝国時代の水道橋の遺構。本来の全長はおよそ 1km あったが、現存するのは 800m ほどの部分である。水道橋は、イスタンブール旧市街のおよそ中央部、ファーティフの丘とエミノニュの丘の間に架けられており、全長 551km に及ぶ、バレンス水道の最末端の一部を構成している。 ワレンス水道は、北西郊外にあるベオグラードの森水源及び、ダナマンドラプナルカ水源地帯とビゼス水源地帯の3つの水源から、旧市街東部のスルタンアフメト地区にある地下貯水池へと中継する役割を果たした。水道橋は、イスタンブールがコンスタンティノープルと呼ばれていた4世紀に、コンスタンティノープル市長クレアルコスによって建設された。 完成は373年と考えられている。英語では、完成時の皇帝、バレンスの名をとって、バレンス・アキダクトと呼ばれて、広く知られているが、現地のトルコではむしろボズドガン・ケメリという通称で、呼ばれることが多い。東ローマ帝国を経て、オスマン帝国時代まで、イスタンブール旧市街に水を届け続け、最後の補修は百九十七年に行われている。 橋脚の下には、北は、金閣湾に架かる、アタチュルク大橋を経て、新市街の米へオール地区、タクスイム広場につながり、南は、アクサライ地区で、旧市街地区を東西に貫くオルド通りと交差する、旧市街の地区の南北を貫く、幹線道路、アタチュルク大通りが走り、アーチとアーチの間を常に、多くの車が行き交っている。ありがとうございます。